私が朝に取り入れている太陽礼拝をご紹介していきたいと思います。私が出しているこちらのストレッチ動画の前にやっていただくと、よりこう体がポカポカして体も伸びやすくてスッキリ度が増すので、このストレッチ動画のウォーミングアップとして取り入れていただくのもおすすめです。時間があるときに動画を流しながらぜひ一緒にやってみてください。それではスタート。足を閉じて立ち、手を胸に合わせ、足の裏全体でマットを感じ、空から吊られているように気持ちよく立ちます。息を吸いながら手を上げて、伸びを感じたら息を吐きながら胸の前に下ろしていきます。そのままもう一度、息を吸いながら手を上げて、息を吐きながら胸の前に下ろしていきます。もう一度息を吸いながら手を上げて、吸った息を吐きながら脱力して床の方に手を下ろします。一度息を吸って、手を床につき、そのまま足を後ろに歩かせます。呼吸を深く繰り返しながら、かかとを上げパタパタと動かします。足のむくみに効果のあるポーズです。そのままゆっくりと続けます。動きを止め、両足のかかとを床につき、呼吸を続けましょう。足を前へと歩かせたら、一度息を吐き脱力します。息を吸いながら両手を天高く上げ、息を吐きながらポジティブなエネルギーを自分に取り込みます。もう一度息を吸いながら両手を上げ、息を吐きながら脱力。息を吸いながら両手を前につき、吐きながら両足を後ろに動かします。そのまま3呼吸続けます。手で床を押しながら、肩と背中の伸びを感じましょう。呼吸を続けて、足を前へと動かして一度息を吐いて脱力。そのまま息を吸いながら両手を上げ、息を吐きながら手を胸の前へと下ろします。息を吸いながら両手を上げ、息を吐きながら脱力。息を吸いながら手をちょんと前につき、足を後ろへ動かします。首は楽にして、お腹はキュッと引き締め、お尻は高い位置をキープします。そのまま呼吸を続けましょう。少し動きが変化します。体を前へと運び、一直線を意識し、体を床に近づけていきます。膝がついても大丈夫です。顎をつけたら、つま先を伸ばし、手で床を押しながら軽く胸を上げ、背中の伸びを感じましょう。呼吸はゆっくりと続けます。首は力が入りすぎないように、ご自身にとって気持ちいい場所に置いておきます。もう少し頑張れるよという方は、体を持ち上げ、そのまま呼吸を続けながら、お腹の伸びを感じていきます。無理をすると腰を痛めてしまうので、お腹の伸びと胸の広がりをイメージしましょう。息を吐きながら両手を前に伸ばし、お尻の位置は高いまま、おでこを床に近づけ、背中の伸びを感じていきます。脇の下の伸びを感じながら呼吸を続けます。最後、お尻をかかとの上に乗せ、ゆっくりと呼吸を整えながら、今日一日が自分にとって素敵なものになるようにイメージしましょう。